というわけで、これで借金を噂されて新生活がスタートしました。嫌なスタートやな。とりあえず目標は借金の返済だね。借金は嫌だ。硫酸嫌いやもんな。人に貸すのも借りるのも。お金の切れ目が縁の切れ目ってやつだね。改めて見るとマメキチ可愛いですね。どっちがマメキチかわかんないけどね。不用品持ち込みまくらないと。借金返済のために不用品を売りつけまくるんですね。なんか DIY ができるらしい。リュウさん、そういうのせえへんのよな。既製品を買った方が早い。何を売ってるのかな。うわぁ、使い所がわからないアイテムだ。なんかゆるキャンに出てきてませんでしたコッフェル。まあ、今はお金もないしどっちみち買えないね。あ、雑草売りつけなきゃ。美化活動なんか沖縄のハブみたいなもんやな。雑草いくらで売れるかな。ワク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 。大して高くないんとちゃうか。ほら草。意外と高いですよ。雑草一つ10ベルですって。100ベルくらいかと思ってた。それはさすがに草だけに。え、そこは流してえな。DIY は覚えるの必須みたいやね。力仕事か。楽して儲けたいんだよな。秘密地下カジノとかないかな。一応無人島やからな。ないと思うで。あ、これがマイレージか。借金は5000マイルとか言ってたよね。なんかいろいろとクエストみたいなのを達成していくとポイントもらえるみたいやね。雑草拾いまくるクエストもあった。これでマイルを稼ごう。参加したらなんかくれるみたいやな。しょぼい。木の枝5本じゃすぐ折れそうですね。こういう DIY の体験とかって普通は材料も用意してくれるよね。持ってるからええやん。雑草拾いまくってる時に拾ってたんやな。おかっぱのこの後ろ姿ってかわいいよな。右上のブレーカーがちょっと気になる。めっちゃ細かいね。作り込みがすごいってことですね。釣りできるみたいですよ。釣りゲーって最近やってないな。昔バスフィッシングが一時期流行ったことあったよね。コロコロコミックで連載してた漫画のやつ。リュウさん、またアラサーにしかわからへんことを。あれの単体のゲームみたいなの持ってたよ。釣り竿の持つところみたいな形のゲーム、懐かしい。おう、釣り基地になりましたね。早速釣ってやる。浮きが見えない。あら、食われちゃいましたね。角度が悪かったね。次だ次。お、今度は良さそうですよ。来たー。謎の魚で草。全然知らない。美味しいのかな。リュウさんは魚は食べるものって認識やからな。おじいちゃんにお家の鯉はいつ食べるのって聞いて笑われた記憶しかない。
家で飼ってる鯉は食用やあらへんからな。でも野良猫に食われたっておじいちゃん怒ってた。野良猫にとっては餌やろうからな。これやりながら思い出したけど、魚も鼻先くらいに投げ込まないといけないんだったね。意外と角度調整とか難しそうやな。これ対岸にはどう行くんだろう。なんか渡る方法とか後であるのかな。龍さんがやってたのハロクヨンのやつやからな。前回ゲームキューブって言ったんですけど、64でした。64の存在を忘れてた。でもゲームキューブ版もやってのかもしれへんのやろ。記憶が曖昧。弟に聞いても覚えてなかった。7つ離れてるから。私の子供時代ならさらに子供だから空覚えてないよね。ちなみに龍さんはスイッチを弟から借りてプレイしてます。もうスマブラやってないから言えるし、奪ってきた。素直な弟さんでよかったな。現在大学生です。なんかとにかくいろいろ回数をこなすとマイルがたまるみたいだね。なんか作ったり拾ったりするんやな。結構簡単にたまるね。5000とかあっという間かもしれない。ほんまや、もう1100マイルや。なんか雑草を集めまくるのもあったから、とりあえずそれやろう。1回目の動画と同じや。雑草が1つで10ベル、2つで20ベル、3つで30ベル。ポケットの中が草だらけや。1回目と同じ動画を使い回してるわけではあらへんで。1回目の動画と全く同じことをしてるだけです。98個の雑草を集めましたね。5分くらい、ひたすら雑草を集めてた。お、でかい魚影ですよ。あ、龍さん、今ちょっと緊張してたやろ。浮きがいつ沈むのかって緊張してたら、ボタン押しちゃった。ごまかすように雑草拾い出さへんでくださいよ。これで100個は超えた。豆吉、雑草買い取ってくれ。絶対、雑草ってあだ名つけられてますよ。あ、雑草だ。雑草が雑草売りに来ただなも。スクリ笑顔が怖い。雑草で稼いだ1000ベル。雑草いいバイトだね。そういえば、タヌキチが生き物捕まえたら見せてくれって言ってたな。お、ドメインのはずだったらな。今からせるこちらも。あ、謎の魚ですね。お、ポジションがすご、ちょんちょんオーナ。うん、ちょんちょんオーナミラジョだから、ポジもオーナミレポーチの地ものいるのも。そうだ、ジュージーさん。ポジションオーナと、もよければ分からせになっていたのも。は、フルナのジリーにハンズローいるなら、そしろを振っての地味でもいないなも。しゃあないな。博物館のシステムは64時代にもありましたね。スイッチになってどんな風になるか楽しみだね。またアプリですよ。基本無料アプリやから、配るのはタダですからね。お礼と称して無料のものを配る。さすがタヌキチ。汚い。いいの順天はいいですけども、ズマエンジやらなのをじっくりる。ズレも飲んだも。まだズノリも流れるなら、ちょっと先手よね。とりあえず、生き物は、タヌキチに見せればいいんやね。マイル溜まったかな。草むしりのノルマ200だった。相当むしらないといけませんね。むしってやる。飛行場だって別の島に行けるシステムみたいだね。これ朝の5時が一日の区切りになってるみたいやね。私が朝の5時にプレイしてることがバレた。マミーからの手紙やって。そら、我が子が、いきなり、謎のタヌキに誘われて、無人島で暮らすって言い出したら心配するわな。マミーは何をくれたのかな？まさかのオレンジ。確かに、
私のおば、母の妹の旦那さんの実家はみかん農家だったから、毎年送られてくる。ゲーム内で奇跡の偶然やな。でも、正直美味しくないんだよね。オレンジジュースとかにするやつらしくて、そのままだとかなり酸っぱい。余ったやつを送られてくるパターンやな。いろいろと家具も手に入れたから飾ってみよう。お、今絶賛売り切れ中のスイッチや。遊べはしないんだね。携帯ラジオ、なんかいい感じの曲が流れてますね。なんかすごい部屋やな。無人島に携帯ラジオと段ボールとスイッチ。よし、2匹目をゲットするぞ。リュウさん、緊張したらあかんで、リラックスや。よし来た。うぐい、また知らない魚だ。3匹目行くぞ。お、でかいですねこれ。ほら、あー、お、これはうまいやつだ。これは確かに美味しいやつですね。見つけだな。4匹目だ。こら、これもなかなかのサイズ感ですね。ん、いきなり食いつきましたね。いわゆる出世魚ですね。これも美味しいやつ。ムニエルかな。そろそろ魚釣りも飽きたし、別の道具を作ってみよう。お、虫を捕まえるんですね。なんか豆吉が外に出てますよ。残念、粒吉でした。どこで見分けられるんや。なんか掲示板にいろいろ書き込めるらしい。田舎だと祭りのお知らせとか書いてあるやつやな。手書きで書けるみたいだね。リュウさん、絵はあかんやろ。最近ちょっと練習してるから、いけるいける。これリュウさんが得意なやつや。むしろこれしか描けへんやつや。子供の頃覚えた絵描き歌の通りに描いてるよ。みんな何描いてるかわかるかな。もうこの時点でわかるはず。ほんとこいつシンプルなパーツでできてますよね。子供にも描けるのに唯一無二の存在感。パン屋さんでもよく見かけるね。無許可のやつやドラえもんパンもたまにありますね。できた。多分他の実況動画の人ってここですごい絵とか笑える絵を描いてたりすると思うんよ。でもここでアンパンマン描いちゃうのはリュウさんくらいやな。アンパンマンの顔にアンパンマンって一応描いておかないとね。この島の住人見てびっくりやで。夜中とかに見たらちょっと怖いかもしれへん。あ、虫だ。アンパンマン描いた後に虫捕まえるってなんかやばいやつですね。モンシロチョウ、最近チョウって見かけないな。都会に羽織らへんよ。気候の変化もあるらしい。温暖化ってやつだね。ひらりひらりと舞い遊ぶように姿を見せるアゲハチョウや、
ポルノグラフィティのアゲハチョウがわかるのもアラサーかもしれないね。つい出てしまうもんな。アゲハチョウって聞くといろいろとゲットしたから、タヌキチン店に来たよ。ようやく斧が作れるみたいだね。素材集めには斧が必要ですからね。レシピじゃない。まさかの花の種ですよ。どうせなら、コチョウランの種が良かった。あれは高く売れる。お金儲けやなく、お花を飾るってのが、このゲームでのお花の存在価値やと思うよ。花の交配とかあるのか。なんかすごいことになってるんだね。動物の森、すごい色の花とか作れるんですかね。客との会話中に平然と電話に出るやつは私は嫌い。待ってる間の気まずさありますからね。無人島やったのにどんどん住民が来ますね。無人島って話だったよね。タヌキチ、その辺どうなってるのか教えてほしい。こいつ基本人任せやな。とりあえず斧作ろう。あ、材料足らへんよ。石がないって。雑草拾うのに夢中で石は拾ってなかった。豆基地が売ってないかな。あ、道具も売ってるんですね。いい値段する。背に腹は変えられない。雑草で稼いだお金が。そういえば海でメッセージボトル拾ってたんだった。あ、なんかレシピみたいですね。鏡らしい。早速斧を試してみよう。空振りなんか可愛いですね。いやいやいや、龍さん、斧持って背後はあかん。さすが任天堂、お子様に配慮されてるようだ。よし、素材をゲットするぞ。あれ、お金出てきましたよ。もっと欲しい、もっともっと欲しい。
終わりみたいやな。なぜ岩からお金が？埋蔵金でもあるんちゃう？無人島の岩からお金が排出される。確かに埋蔵金っぽい。これもお金かな。あ、今度は素材ですね。そういえば博物館の場所を決めないと。なんかタヌキチから言われてましたね。でっか、普通のテント2個分はありますね。よし、ここでいい。せかされてる。まだ一日も経ってへんのに。とりあえず雑草を売らなきゃ。もはやライフワークや。また100個集めた。ほんと動画のカットしてる部分ほとんど雑草拾ってますからね。無限に雑草がある。つまりは無限にお金を稼げる。豆吉もそのうち雑草を買い取らなくなりそうですね。よし、雑草ノルマ達成だ。500マイルはでかいですね。次のノルマは1000だよ。さすがに多いですね。この後、マイルを貯めるためにいろいろしました。基本的に作業時間なのでカットしちゃいます。家がえらいことになっとる。なんか部屋に飾ればマイルもらえたから虫置いてみた。オカリナもいつの間にかゲットしたんですね。レシピがあったから作ってみた。これお気に入り。終わりました。満足。作業台も作ったよ。マイクラとかだとおなじみだね。え、また雑草を集めてると。もう癖だよね。体が勝手に雑草を拾ってる。病気や。なんやかんやで5000マイル貯まったよ。いろいろ売りまくったり、いろいろ作ったり、いろいろ埋めたりしましたね。そうなんだな。これで借金生活とはおさらばですね。自由だな。夢のマイホームやって。わお。どうせならテントより家がいいよね。まあそうやな。98000ベル。たっか。雑草9800個か。いや、雑草で払うのは無理ですよ。雑草で頑張ります。お願いします。300個くらい集めるのに1時間かかってるんやで。30時間近く雑草拾わなきゃあかんよ。それは無理だな。ま、お金稼ぐ方法は他にもありますよ。
じんわりだね。オーケー。屋根は赤色にするんですね。派手な方がいい。魔法のユーザーからは、タイムページの陰謀を調査していたのでも。ちょっと待ってね。謎の会員ランクも上がるみたいですね。払いのいい客にはとことん優遇する。さすがタヌキチ、商売人だね。タヌキチ普通の旅が利用しようになってますんだの。タヌキチ普通のは、ドレンジョキで通販の陰が入る。女の子だなの。無事ですが、あんこひろしだけ見せると思うから、また半日に一度でみてね。攻め入りようなの。ドミノさんは、次の方が安全と思うが、お主に。仕事も早いですね。明日にはできるそうですよ。耐震性とか大丈夫かな。今回はここまで。明日には家が建つ。楽しみですね。なんやかんやで結構楽しんでやってるよ。一日一時間ずつやってますからね。いい気分転換になってるんじゃないですか。 FPS と違って平和だしね。まったりやれるのはいい。それでは皆さんまた次回。ほなまたな。